把那个猎芒，把我的兵法再往前推。哎，说这个 U 啊，就有这个问题啊，就是你开始没碎片，你会卡等。国境付近で賊に襲われている旅団あり、ディオニス王国の王エルデと第一王子モントは第二部隊長級を率いて旅団救出へと向かう。だが賊の襲撃を受けていたのは大国ホルンの姫前情提要マシュリーであった。モントはマシュリーらと力を合わせ賊を退ける者の衝撃の事実を知らされる。マシュリーはディオニスの敵国であるフェネスの王ムラナへと嫁ぐ三神の儀の途中だったのだ。そのムラナがマシュリーの奪還を大義名分とし、ディオニスへの侵攻を開始。他们侵略。そして。フェネスと同盟を結ぶホルンの軍勢がムラガラと合流する。ホルン軍混沌とする戦場で被迫参加。モントはマシュリーに絶対に守ると約束するのだが、申し上げます、フェネスとの交戦中にホルンの軍が。父上の立てた策はおそらくホルンの援軍が到着する前にムラガを仕留めること。しかしこうなれば連合軍との戦は避けられんか。お待ちなさい、して。ホルンの誤解を解けば戦を回避することはできるはず。我らリオニスは賊からホルンの姫を助けたのですよ。恩をあだで返すなど。これまで我らリオニスは確かにホルンと良好な関係を築いてきました。真実を伝えることができれば兵を引いてくれるかもしれません。ひとまずは。ひとまず。ええ、ひとまずにすぎません。その通り。おお、あなたまで。ホルンの王ロブ殿は義を重んじる賢秀らしいですからな。一旦は剣を収めてくれましょう。しかし再びフェネスがリオニスを攻めるとなれば、ホルンは今度こそ総力を挙げてこのリオニス城へと進軍してくると。なるほど、よくわかりました。ではホルンを止める方法はないというわけですね。いいえ、ヘレナ姫、一つだけありますぞ。その手とはムラガを撃つこと。好吧，ムラガ。シオ、どうか力を貸してもらえませんか。あのリリシュでさえ全く歯が立たなかったと聞きます。しかし死がいてくれれば。私からもお願いしますわ。老子很強。やれやれ、そろそろいとま乞いをしようと思っていた矢先に。しよう。まあ仕方ありませんな。この老いぼれの剣がどこまで通用するか試してみることにいたしましょうか。ありがとうございます。死がいてくだされば心強い。しかし覚悟はなされよ。死ぬ気で挑まねば村川は撃てませんからな。なりません、エルデ様からは。下がれ、来たですが。あ、トイじゃ来たんよ。お主も分かっておろう。
こうなってはシテル様を絶対に引かぬと。跟他拼的就是。あの王はすでに撤退の準備に入られておられます。バカな。父上は籠城なさるおつもりだろうが、あいにくそのような準備は整っていない。今から準備をしてもまず間に合いませんな。やはり道は一つのようです。では私も参りましょう。母上もなりません。私だけが生き延びたところで何になりましょう。いや、水水水じゃん。死ぬ時は一緒です。しかし大層なことを言うくせに、まさか母一人守れぬと。母上には傷一つつけさせやしません。ありがとう、指定。郵送出陣する。急げ。中二皇子孫也要出征。嫌な役目で申し訳ないが、エルデ様への報告頼まれてくれるか。わかったよ。おいおい、もっと喜んではどうだ。モント様のおそばにいる、それが望みなのだろう。一言余計よ。シテル様はわしが命を懸けて守る。モント様を頼んだ。沃伦崛起。シテル様。ええ、分かっています。是要大地震了吗？疯狂小地震。ただの蛮族と聞いてた。是，只要我这边没有感觉，高雄没有感觉。力ばかりで押してくる村がとは思えない。高雄，可能地震不在高雄，高雄这边没有感觉。とはいえ、気配はそれほど多くはなさそうに見えますな。久しぶりに暴れましょうか。よろしいですな。では、村がの手の者に、郵送の恐ろしさを叩き、台南跟高雄也差不遠啊。震え上がらせましょうぞ。从这里走，一直从这里走。好，从一直从这里走啊。不知道，我这过去就台南了。昨天中午开始已经震很多次了。我家这边真是没有感觉，没有感觉到有震。找不到，高低差太多了，然后找不到的。哎，也唱不到。
哎，橘子也看不到。啊，这个当地差好麻烦。又不死，应该真的给没射到。别人高低差变成视角变烂了，打我50反他200，都直接从别人吸回来。价不太加六，哎，有了有了有了，这个法杖，我继续补录影片啊，来打这个勇壮，这都是最没录到的，我可能要上来激励一下了。太低了，就是很普通。快跟上了，
上不去，这回。好烂东西！好，继续补录不合格的王子。痛むか。話せ、話されと切るぞ。ほう、勇ましいな。あんたには心から同情する。でもさ、主に刃を向けたとなれば、感化することはできないよ。シュゼルト。やめよ。王子だからといって切らぬと思うか。どうした、震えているのか、腰抜け王子め。ああ、僕は王子失格なのだろう。なんだと。だがそういう君もこの衛兵失格だ。黙れ。どうして、なぜ避けない。君のような男にマシュリーは任せられない。僕が守る。部下の無礼、心から詫びる。気にする必要はない。モントに蹴落されたのか、傷も浅い。さらに無礼承知で言わせてもらうなら、急にたくましくなったように見える。気候のおかげかもしれんな。わらわの？行こう。せいでは復讐もかなわぬ。今は傷を癒し、機会を待つの。急いで撤退の準備に入れ。是没剧情还是不会重跑？这样而已。说我一句，
得不到武力大师。也没反击，看我福利又少一次。陈哲，我打错关了，老白痴，打得很高兴。キトンか。悪い知らせのようだな。顔色でわかる。申し訳ありません。シュテル様がご出陣なさいました。シュテルが来てくれればこの戦況を覆せる。シュテル、リオニスの後継者か。すまない。謝ることなんてないよ。剣の腕はシュテルにはかなわない。それは本当のことだから。では諦めるのか。諦める？何も決まっておろう。リオニスの後継者の座だ。後継者を誰にするのか、それはわしが決めることだ。キトンよ、シテルに伝えよ。すぐに撤退し城へ戻れと。まったく何を考えているのだ。ヘレナを残し出陣するなど。いえ、ヘレナ様もご一緒に。なんだと。敵が来ます。什么剧情？没有，剧情都跳掉了。擦一次东西，稍微洗一下。
宅二之一之五，我开一。ご報告申し上げます。フェネスの援軍が続々とこちらへ向かっている模様。フェネス援軍が？我らが城を出たことがすでに村場の知るところになっているとは、なかなかやりますな。シオ、村場の動きどう見ますか？村場のやつね、シテル様を警戒しているのでしょうな。俺を？エルデ様はシテル様をガンとしてフェネスとの戦にお出しにならなかった。それゆえ恐れている。まあ秘密兵器といったところでしょうな。まさか父上はこの時のために俺を。とはいえこれでわずかではありますが勝機が見えましたな。どういうことです？村川はモント様を見くびっているとも取れますからな。さすがは師です。俺も同じことを考えていました。確かに剣の腕はシテル様には及ばぬかもしれません。しかし戦の経験は数えきれないほど。そろそろ花開く頃合いでしょうな。ええ、そう思います。では参りましょうか。城勤めでなまった体をほぐさねばなりませんからね。角色
补这个21:6。风景这个是没什么太大意思的。屋顶的换气啊，还可以去跟屋顶对射啊。还可以换气啊。偷色，好，不是班长想跑，不管做什么工作都有辛苦跟累的地方，对，你去外面上班是要看人家脸色，对，都自己当老板是可能是时间会绑很死的，对，所以说这个然后我最羡慕的职业就是当房东。对，一路杀过去啊，一路杀过去，房东最爽。他们这有多难点？啊，要点错。自己当老板压力会很大，只是时间自由了点。对啊，你脚没弄好，因为这样你脚一般人经不得失败啊。对，你好像有钱人都会失败 N 次也没关系，可是一般人经不起失败嘛，失败一次可能就挂了。
刚刚到家，今天有解包资料，妈没的话我就看 YouTube。今天有解包资料啊，今天解包，明天会传上去啊。今天没看到的话，明天会传上去。今天讲了三 C 跟解包啊。弹你屁股！那我的法师其实快要练完了，我敲你。下一支比人家的佣兵等级比我高还好用，佣兵战士还打不死我，法师一下就敲一下就打一支就好了。上去，我的弓手还偷射，因为站在高地我就打不了你了。我升一级，我找到第三章，痛むのか。ホルンのこの衛兵は泣き言が得意だね。地位も名誉も捨てた。もうこの衛兵などではない。そうか、じゃあ仕方ないね。これで私を利用しやすくなるか。利用？利用？誰が？全てを失った私を利用する心づもりなのだろう。逆じゃない、あたしらを利用すればいいんだよ。なんだと？
血の流れの戦などない。でもさ、流れてはならぬ血もあるだろう。村がフェネス、奴はやってはならぬことをした。その報いを受けるべきだろう。泣いているのか。俺の家族のために、ナイヤのために泣いてくれるのか。戦などなくなればいい。それができるのはモント様だけだと思っている。そのためならば私は何だって利用するさ。だからあんたも私らを利用すればいいんだ。あんたのことだ。モント様の気持ちをこれっぽっちも理解してないんだろう。モント殿の気持ち。所以现在大家在家检疫隔离对我们言われたばかりだろ。この絵に失格ってさ。不出门吗？这この絵なんて肩書きに縛られて苦悩してるあんたを見てられなくて、ああ言ったのさ。平常都马只能待在家里，或者顶多附近跑点活。敵とか味方とか。所以是这种自营业就有个问题。そんなもの関係ない。就是你一般上班还可以休个特休。自营业很难休特休。モント殿。就像你可以，你又不能把自己养的东西。そうだね。抛着之后跑出去玩的。你说你要请假帮你雇，也没那么好请啊。イリス様。どうしたんだ。ホルンの兵が続々と到着し、我が軍が押され始めています。このままでは这游戏不知道撑不撑得久，有点干，不知道外国人受不受。どこへ行く。モント様がまだ前線で戦っている。这要一阵子的。へえ、今更私を通わない女扱いするわけかい。主要父母在养。哦，所以是算副手。就是相手は堅牢なのだぞ。無茶だ。二人を、マッシュリー殿とシュゼルトを急いでリオニス城へお連れしろ。はっ。やめろ、死ぬ気か。私はまだ死なないよ。重点是生きるために行くのさ。还是有一天你要接啊。对。あんたとは違ってね。但是也不能每周出去 XP。リリシュ君。良い女だな。这重点是你那什么、啊、你上班也不可能 每周都跑出去玩吧。いいえ、三番目です。ナイヤがおりますから。まあ良い。それだけ軽口が叩けるのならば自分の足で歩けるな。マシュリーたちは。心配いらないよ。警護の者をつけ、应该リオニス城へ送り届ける手配をしておいた。那跟你讲，这种问题可大可小，要看父母能不能沟通。じゃあ、この敵の正体を叩いた後、只要是那种不太能沟通型的就撤退しましょうかね。ああ、そうしよう。所以很累咯。只要是不能沟通就很累。而且你还没办法，只没办法那个什么违抗这种。这边好了。直接这样杀过去打。从这边杀，我的法师一路这样杀过去，还不能说不干就不干，这更惨。就是没办法，
所以说我最近看那个电视，他们讲都是有一些是自己家里面开店的，很多都是想尽办法跑出去啊。好，点不到，他这个视角真的是很差。一定的。家族事业没很多兄弟姐妹的，大都会强制接班。反正你一开始出去，后面会。不过也是有人会羡慕这种情形，至少有工作。至少是一个稳定的工作了。对，除非就是你家的那个东西，就是。失败了，这样不然他就是一个稳定的工作啊，都什么东西都是你们自己家的东西自己做主嘛。稳不稳定这就难说。你通常你脚有经历，事物也没有稳定可以形容。那就看，除非就运气不好遇到什么禽流感这种的。不管正常来讲，你不管是牛羊猪鸡还是什么，天天大家都爱吃啊。自己的家族企业还好，但是别人的家族企业就很辛苦了。对啊，基本上你我想说你今天没有要开这个，本来没有打算要开啊，只是现在人不够，所以扣不了人，只好那什么、啊、开一下，原本预计的是没有要开。因为这个月就剩没两三天，今天快达标了，冲一下。很多方面影响，我想到 X 龙兄弟最近都不敢拍竹鼠影片了。你后边骂吧，我昨天玩太晚，其实今天有点累。饲料、种仔等等。对，没有，最怕是说什么异常天后说之后你的饲养东西都死光了。就你看是，就是说可能说，就看他养鱼的嘛，说什么寒流来，就全挂这种了。价格反倒是其次，因为有部分农家会签约。签约哦，就是不要送什么禽流感都死光了。那种是比较突发状况。对啊，我们那边餐饮业只能搞促销，不然生意少很多了。现在讲大家是不想要去群聚的地方啊。可是就算没有的话，也是其他因素影响。平常你。自营业本来就有很多风险，就像现在开餐厅的，对不对？也是会有这种。像原料不好，你饲养效率就差。可是有的可以自己改良啊。加油！感谢。效率差赚不了钱，甚至赔钱。那只亲卫队是骑吗？亲卫，哎，奇怪，我的中暴雪的物件怎么改良 ？Ors 不是啊，改良饲料啦。改良饲料不是改良动物，怎么改良？改良饲料，我的中暴雪的物件。哎、欸，那这只不是我的吧？这只毛血。饲料也是饲料厂的事情。有签约的情形，你无法自己改良。
啊，我知道，我把副职业改掉，难怪我中暴血消失了，好像是副职业的关系。我副职业切成另外一个，难怪中暴血不见了。啊、他是好烦哦，他这招是只能靠依靠中那个副职业。不是，最后有些就是他不会用现成的饲料啊，他可能是自己弄的啊。或者是像之前看到有些那种养什么鸡啊什么。麻烦的地方，除非说后面你做到很有规模。好在的是，我家的畜牧业算有固定周期，大概两个月上下。可是不是一批碗就会换一批吗？所以我现在的假日习惯跟别人不一样 ，XD。我跟你讲，这种通常最麻烦就是你很难找人一起出去啊，因为总是要整理环境加维修那些的。哦，所以中间还是有空窗，就是因为有时候给人讲，你假如说啊，你休礼拜三好啊，人家都在上班啊，对。这边过来消毒清洁等等的，对啊，麻烦。商店的碎片有买吗？商店今天没有卖什么碎片啊，这是事实。 XD 今天没有卖什么碎片啊，等一下我从基本上一定是这样啊，基本上就是就是你跟那段时间我就碰过好几次，因为有事情所以我想去的活动直接不给去的，时间跟他都不起来吗？商店不是就卖主角碎片王子的，我今天就买到一次而已，运气不好，我后面重整之后他没有再出，有点衰。对，我训练是97就好了，我刚已经97了，这97就可以安心休息。哎，没中，被刷新一次的样子。我刷新了就是没出啊，真是太衰了，免费说一次没出啊，好干这些没出，最高97。对啊，我刚已经九，我刚看你97了啊，所以我不用练那个什么飞那还是飞什么，不过你死会降，那等到降的时候再来升就好了。哎呀，现在兵法打中方还要死还不容易耶，我其他人死了兵法还未必会死，兵法就一直吸一直吸，还蛮霸道的。但是你要丢去兵营赚 JP， 我现在兵营放大王子了，超凶击杀就是这样。
是法师的补血能力有够差的，补有够少。工会的石像要升上去，可以多放几只。是哦，我现在只有没有升。可是中位石像不是我一个人就能升的，那就要看其他人。哦，神敲！所以说他那个训练看起来没有多难练啊，这间一直点一直点一直点，他就97了。我还以为说他练很久嘞。补血要学到大补才会补的多，是说你练菲娜也可以当白魔用。是啊。郵送水産。ステル、来てくれたのか。兄貴、随分と苦戦したようだな。お前ほどの剣の腕はないからね。でも。でも。一、今日だけでも何度も視線をくぐり抜け、少しだけ強くなった気がする。少しか。兄貴は自分を過小評価しすぎだ。過小評価？無駄口を叩く暇などないぞ。すぐに撤退する。撤退する必要などありません。俺たちで村が撃ちます。そうです、父上。こっちにはシテルがいるのです。村が。うぬぼれるな。まもなくホルンの本体剣狼がムラガと合流する頃合い、もはや一刻の猶予もない。しかし籠城の準備は。籠城などせぬ。では何のために城へ。わらわという人質がいる。人質と公主人質。マシュリ、なぜここに。他是人質。少なくともホルンを止められるだけの値打ちはあると思うわな。どうだ？ダメだ。そんなことさせない。王子、モントよ。お前がしんがりを務めよ。僕が。それは無理だ。モントにはまだ務まらぬ。マシュリー殿、貴公は人質なのだろう。我らの策への口出しは慎んでもらいたい。我ら本体が見えなくなるまでここで敵軍を食い止めよう。その後追撃をかわしながら城へと帰還する。よいな。はい。モント、死ぬなよ。あ、兄貴。大丈夫だ。絶対にやり遂げてみせる。それよりも父上のことだ。父上にはきっと何かお考えがあってのこと。そのうち必ずわかると思うんだ。だから。第二章最后一关，怎么瞬间看不到？因为有时候同行者不见了。咦，真的不见了。开。
要看，只要重来才跑出来，这重新整个怪怪的。ラマダ、星は何と言っているんだい？さあ、どうでしょうね。あまり言いたくありませんわ。言いたくないってことは、まさか。そこまで、うちらの舞台って絶望的なの？探心官？そういうわけではありませんわ。知られた未来は裏切ろうとする。だから言いたくないのです。意味がわかんないや。逃げ切れる。と、私がここで宣言すれば、どうなると思いますか？そうすれば兵たちは安堵し、慢心するかもしれません。反対に、一人残らず殺されると言えば、皆の士気は下がり、中には逃げ出す者も現れるでしょう。仔细想想。確かにそうかもね。いずれにせよ、中途半端に知れば、決まっていた未来は、すくった砂のように手のひらからこぼれ落ちてゆくことになります。つまり、今は何も知らない方がいいってことなの？ええ、そういうことですわね。それじゃ、恥ずかしがり屋の未来を力ずくで振り返らせてやるとしようかね。释放前面冲，看哪里有怪。嗯，这配置很奇怪，老师一开始都配那么后面是要干嘛？好，枪兵放上面看可不可以射远一点。这草木有高地，有没有练弓手？有练弓手应该不错。这个有练弓手应该可以远远的射爆对方。哎、欸，不行，他的法术不能高打低。其他的可以高打低，只是法术不行。来，中暴血出来了。强的都不是真弓手，都是护职弓手，因为没有强力的弓可以用。对，他现在没有出强力的弓。哇靠啊，隔得这样红欸。可是前面兵法真的是太霸道了，打了个痛的，一个兵法练起来要打谁就打谁。
么都射不到，枪没有弹道，不能往下射。先逃了。这个游戏真的是可以，真的是两个人就可以打通关了。枪我都开自动让他自己射，他弹道很奇怪。他只能射直的，中又不能等，又不能挡。有时候可以射斜的，有时候不行。难怪枪没什么用。他这种小地图真的要开这种高视角，不然他那个视角太容易被遮蔽了。等出超高难度就打不过了。超高难度，推主线都很简单，主线都是送的，只是你主线不推，我的兵法的那个关卡出不来啊。他说三张一解，真的是啊！我雇佣全军重新者要连击两次以上。哎呀，这个要重打。枪 PVP 很强，还有些地图可以用枪远远射。哎，这个要。打一次